おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今月もやってまいりました。紹介してよかったものトップ3、こちらの発表の時期になってまいりましたよと。今月はですね、月の初めにたまりにたまっていたわけでもないけどね、マスターグレードの F94 のミッションパックですね。そちらをね、2種類やりましたと。その中でもね、旧キットの方で発売されていた A タイプと L タイプ。こちらがですね、ようやっと立体化されたということで、ね、こちらをね、まず組み立てを行いましたよと。それ以外に結構久しぶりかなと思われるモデロイドをやったりとかね。あとは以前紹介した HG のヒュッケバイマーク3にね、組み付けることができる非常に大型のね、アイテムをやったと。それからですね、シリーズ第2弾として出ましたね、アイドルマスターシャイニーカラーズとのコラボ商品となっております30ミニッツシスターズをやったりとか、あとは以前ね、やったことがありますね、武器プラス女子高生みたいなね、そんな感じのフィグマをね、3種類やったりとか、あとは数年ぶりにね、やりましたトイガン1丁、それから SH フィギュアスはね、ゆっくりペースなのかこれでおしまいなのかなみたいな感じのね、フィグマをやったりとかね、先ほどもね、言いましたモデロイドの中でもね、またこいつに関しましてはね、シリーズもののね、第3弾として出たやつとかね、あとは入手はしてたんだけどなかなか紹介していなかった SDW、 こちらに関しましてはね、かなり昔にね、使用されていたね、技術のキラ鋼っていうね、やつが現代技術でね、復活したやつを装着していたね、そんな感じの SDW をやったりとかね、あとは3500回をね、迎えたのも今月という感じになっておりましたので、まあ記念な回にもね、なった、そんな感じをね、5月でございましたよと。はい、なので早速ですね、1位2位3位ね、発表していきたいと思います。では早速第3位からいきたいと思います。第3位はですね、先ほど言いましたね、モデロイドから出したいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、モデロイドのユーナイトコレクションシリーズ3、ハヤテマル&デリンガー、こちらの方ですね、第3位とさせていただきました。プラモデル系はですね、先ほども言った通り SDW とかね、こちらもそうですし、もう一種類のモデロイドとかね、ミッションパックとかね、やっていきましたけど、ミッションパックと HG のエイムガンナー、それと30ミニッツシスターズとかね、30ミニッツシスターズは比較的入手はね、しやすいような感じだと思いますが、その中でもフェイスパーツセットですね、そちらがね、相変わらず入手難易度が高かったりとかね、ミッションパックもそうですし、エイムガンナーもそうですし、これもですね、受注生産みたいな感じなんでね、入手するのがね、なかなかしんどいかなと。あとは SDW の方もね、同じくね、再生産はね、されてるとは思うんですけどね、なかなか店頭で見かけないね、結構レアなものとなっておりますので、それから考えると、一つの商品でね、2種類入っててね、それぞれコンセプトが全然違うこちら。作品自体は結構古いんですけどね、ものとしては結構面白かったかなと。ただまあ、気になる部分に関しましては、ハヤテマルの方は、とりあえず足ですね。ここのパーツ、組み立ての時も言いましたけど、ここのパーツというのが上からはめ込んでるんですけどね、かなり弱いので接着必須。ここのフロントボスですね、後ろとね、前のところでサイドアーマー挟んでるんですけどね、ここの部分も比較的外れやすかったりとかするのがちょっと気になったかなと。それとデリンガーのね、こちらの腰ベルトというかね、ここのパーツもね、本来は水平なはずなんですけどね、成形の問題なのかね、カクッとね、行きやすいんで、こういうところがちょっとね、気になる感じかなと思いますね。ただシールがある程度ね、補ってくれてるんで、すぐみでこの完成度なんてね、非常に良かったのかなと思います。一応このシリーズに関しましてはね、今のところこの第3弾がね、最新になっておりますけど、もうすぐね、第4弾がね、予約開始してたりとかすると思いますんでね、それが出てしまえばこのシリーズおしまいかもしれないですし、このキャラクターというかね、こちらに関しましてはさらにね、パワーアップした姿がありますんでね、そちらの方もリリースしてくればね、さらにいいと思いますけどね、組みやすくて完成度も高くてね、シールも一部分ね、貼ることによって高い完成度になっておりますんでね、これはかなり良かったと思いますんでね、多分店頭で全然買えると思いますんで、気になった方はね、チェックしていただきたいと思います。はい、ということで5月編の第3位はこちらのモデロイドのリューナイトコレクションシリーズ3、ハヤテマル&デリンガー、こちらもですね、第3位とさせていただきました。はい、では第2位に行きたいと思います。第2位はですね、今やったばかりのモデロイド、その中からですね、こいつをね、第2位とさせていただきました。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、モデロイドのヴィルキス、こちらをですね、第2位とさせていただきました。ヴィルキスに関しましてはかなり昔にロボット魂の方でね、やりましたけど、あれとは全然違うサイズ感でね、非常にボリュームがあって迫力があっていいですよと。で、翼に関しましてはね、ただ単にパカッと開くんではなく、中間にね、専用パーツを挟み込む方式になっておりますんで、ちょっと今ね、こちら閉じ気味になっておりますけどね、ここの部分もしっかりとね、安定してくれておりますんで、こういうところは非常にいいのかなと。
剣のマウントとかね、変形ギミックもちゃんとね、採用されておりますんで、それはね、非常に良かったと思います。で、左腕のね、展開といいますかね、その凍結バレットの展開ギミックとかね、そちらの部分も差し替えで再建されてるとかね、稼働もね、そこそこしっかりとしておりますんで、こちらのロボット形態、変形させた飛翔形態、その辺がですね、非常に安定感があって、よろしいはよろしいんですけど、なかなか繊細で、事前にちょっと調整してはめ込まないと、あっという間に剥がしてしまう部分があったりとか、あとは、せっかくのこの状態とか、あとは変形させた状態ですね。それをディスプレイするためのベースというのがついてこないので、別途用意しなきゃいけないと。で、こちらの商品自体は結構いい値段するんで、それであれば専用ベースがついててもよかったのかなってちょっと思いますね。稼働による変形ではなくね、差し替え変形なので、安定感バッチリはないんですけどね。台座がないので、どっちにしろ地面にぽいという感じになってしまうんでね。せっかくなる台座がね、欲しかったところですよね。そこの部分以外は、まあ全体的によろしかったかなと。あともう一点。肩ですね。ここの部分の展開パーツっていうのがね、ついてこないので、そこの部分も、ロボット魂の時はね、確かあったはずなんで、そこもですね、ついてた方がね、さらに良かったと思うんでね。そこがですね、若干のマイナスポイントとね、なってしまっておりますけどね。全体的には良かったと思いますんで、気になった方はチェックしていただきたいと思います。こちら、今現在。こちらですね、紹介動画。それと、今現在ですね。店頭でもしかしたら見ない可能性もあるんでね。まあ今後再販されると思いますんで、そのタイミングでもね、入手してね、楽しんでいただければと思います。とりあえずこいつに関しましては、ね、今、素組みで作っておりますけど、ここのね、金色の部分とかね、アンテナのここのね、シルバーとかね、こういうところをね、塗装してね、ギラギラに仕上げるとね、さらにいいと思いますんでね、そういうところも含めてね、楽しんでいただければと思います。はい。ということで5月編の第2位は、こちらの、モデロイドのフィルキス。こちらはね、第2位とさせていただきました。はい。では、栄えある第1位に行きましょう。第1位はですね、個人的に好きなキャラクターというかね、っていうのも、ちょっと加味されてるというね、感じだと思いますが、こちらをですね、第1位とさせていただきました。それが、こちら。じゃんと。はい。こちらですね、フィグマのガイバー1アルティメットエディション。こちらをね、第1位とさせていただきました。アルティメットエディションでよかったと思いますが、こちらですね、過去に同じくフィグマの方のガイバー1。それと、別なやつでね、紹介したことがありますけど、まあ別なやつはね、別なやつでね、まあ大きさだったり何だったりとかね、発売時期が全然違うので、それはそれとしても、ガイバー1に関しては、フィグマはですね、まあ新しいこちらがね、当然ながらいいよと。胸部パーツのこのメガスマッシュの展開方法も、ここのところにですね、旧バージョンの方にはジョイントが入ってた影響で、まあ、ここの部分の造形が若干ね、一箇所だけ違うっていう部分がありましたけど、今回は接合方法が変わったんでね、この辺のスタイルがね、非常に良くなったと。あと、頭身もちょっと上がったと思いますね。それと、イラスト再現用のね、フェイスパーツの交換による、マスクですね。ここの部分をバリッと剥がした状態。っていうパーツがね、付属してきたりとかね。稼働とかに関しましても非常に良いですし、全体的な造形もですね、以前のやつに比べるとね、より作中に近くなったよね、感じになっておりますんでね。これはかなり良かったと思います。ただ、難点としましては、第2位で紹介したヴィルキスよりも、入手難易度はね、非常に高いと。高騰してる可能性もあるんでね。これから入手しようとするとちょっと大変だと思いますけど、ガイバー1好きはね、全然入手してね、いいと思いますね。これを機にですね、ガイバー3の方もそろそろ古いですし、あとは OVA 版のね、ガイバー2ですね。そちらの方もね、立体化してね、いただければね、非常によろしいと思いますけど、そこまではいかないような気もしますが、できればね、立体化していただければと思いますね。はい。ということで、5月編の第1位はこちらのガイバー1。こちらをね、第1位とさせていただきました。はい。では、いつもの通り、1位、2位、3位並べたいと思います。まずこちらが第1位のガイバー1。そして第2位のモデロイドのヴィルキス。そして第3位の同じくモデロイドのハヤテマル。それとデリンガですね。このような感じでね、ランキング決めさせていただきましたと。いつもだと大体バンダイ製品がね、必ず入ってくるはずなんですけどね。今回特にね、なく。なかなか珍しい感じになりましたね。一応完成品、プラモデルだけど、これ単体で仕上がってるやつと、変形機構があるっていうね。それぞれバリエーションがね、全然違う感じのものがね、揃いましたね。なかなか良いランキングになったんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回はね、こんな感じでね、まとめさせていただきましたので、またですね、6月、7月をね、続けていきまして、年間大賞ね、発表まで頑張っていきたいと思いますんで、何がね、ランクインするかっていうのをね、予想しながら、他の動画もね、見ていただきたいと思います。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バーイ。